キビトチャンネル始まりました。ケントです。そうです。今日はどこにいるかと言いますと、はい、新宿夜の街でございます。何すんでーい。ずっとやってみたかったことがあるんですよ。はい。 VR。 お、 VR やったことある？ない。僕もない。ということで、はい、これはね、ちょっと横島っていうわけじゃないんだけど、横島ってわけじゃないんだけど、はい、横島ってわけじゃないんだけど、3回言ったね。いや、近場でね、VR 体験ができるというところで、はい、新宿に来ております。はい。じゃあ、VR 体験何かっていうのはね、内容を見てるの楽しみということで、はい、まあ、見せられないよね、でもね、VR の中のね、映像で。うん。いや、想像にお任せしますということで、はい。行ってきまーす。行きまーす。個室に来ました。こちら、VR 初体験。意外と大きい。体験していきたいと思います。ドキドキする。すごい楽しみ。はい、ということで、室内に入りました。ケンさんとは部屋別々なんですけど、なんか完全に個室ですね。ピアノの部屋みたいな、こうガチャってやるやつ。VR カバーがありますね。お、すげえ。あ、すげえ。これを装着して、ちょっと帽子、電源入れたので、早速 VR の機械を装着していきたいと思います。何見ようかな。城だ。街が。ポリゴンの街が。うわ、すげえ。お、すげえ。お、すげえ。目の前に岩がありますね。木があります。家がある。ダメだ、ちょっとあれ、メガネします。装着します。これでもこれリアルにホラーとかだったら怖いかも。起動にね、2分ぐらいかかるらしいんですよ、これ起動画面から。うわ、すごい雑草入ってる。あった、メニューここかい。イエス・ノーのボタンがあって、お、すごいすごい、目線を合わせるんですね。これは面白いと思います。いっぱいあるのね、種類が。人気順でいきましょうか。何がいいかな。ケンさんは絶対あれを見てると思うんですよ、アダルト系を。先生っていう設定ですね。僕はね、これしかないの。何これ、もうアダルトメインなんだ。ホラー系見たかったのにな。幽女見ます。先生なんですね、僕は。すごい茶番だな。お待ちなさい。
待って、っていう感じでした。とりあえず乱視が強い人は VR メガネつけてみた方がいいと思います。きっとケンさんは楽しんでると思います。おお。いやこれはねすごいですよ。本当に思ってたよりもリアル。続きをやります。エロいのとかじゃなくて怖いの見たかったんですよね。怖いのダメなんですけど、怖いの見たかったということで撮影終わります。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？いや僕はねやっぱり予想してた通り乱視が強いのでメガネを取って、あれをつけると、なんかもう30、40になって。あ、ほんとメガネつけたままつくじゃん。あれね、メガネつけたままつけたんですよ、曇るメガネ。あ、そうなんだ、あ、確かに蒸れるかも。そう、僕はね、めっちゃ楽しかったすごい楽しかった。なんかもう思ってたよりリアルで、はいはい、これはね、VR さすがだなって思ったね。でも、やっぱギュってこう、目にフィットしないとブレちゃうから、ね、そこがちょっとこうぼやけて見えてた。僕も何を見たかお想像にお任せします。はい、はい、ということで、人生初の VR ツアーでございました何この雑居ビル感、ね、じゃあ今度あの VR で怖いのやりたいですね。怖いのなかったんだよね今日ね。なかった。怖いのはめっちゃ怖いと思う。本当にリアルということで、どんどん初体験をクリアしていきたいなと思います。はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。またね、すごいメルヘンで、森みたいな。そうですね。でも結構下の方にこうメニューバーみたいなのが画面になって、最初気づかなくてさ、起動してんのかなと思って5分ぐらいずっとあの木の森の中にメルヘンだなと思いながらずっと木に行ってた面白かった。